皆さん、おはようございます。佐久大学で学ぼう。今回も前回に引き続き、学校法人佐久学園の森岡正浩理事長からご挨拶申し上げます。皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。地域貢献というようなお話をいただいたんですが、地域貢献という中には海外という視点もあるかと思うんですが、海外についてはいかがでしょうか。この佐久地域は海外においても非常に医療機関、そして在宅医療、地域医療、これが整っている場所として有名になっております。特に東アジアの国々に有名なんですね。長年タイの山腹町とは佐久市柳田市長さんが中心となって連携協定を結んでですね、交流を重ねてきておりますし、台湾とも国立大学と佐久大学が連携協定を結んで、地域医療の在り方、あるいは介護福祉士の在り方、この辺を勉強してきております。また国際協力機構の JICA からもですね、この大学の活動の予算、この地域のこれまで作り上げてきた保健福祉医療の環境について、アフリカだとか、あるいはもう3年になりますけれども、ブラジルに移民された日系ブラジル人の方々の研修とか、この辺を受け継いできております。このように現在ある佐久市の状況は東大元暮らしで、ここに暮らしている私たちにとっては当たり前だと思われることでも、海外からとったら、ああ、どうしてこんなに恵まれた環境なんだろうと、改めてご指摘を受けてですね、私たちの現在あるのは、過去いろんな形で活動された佐久総合病院であったり、あざま総合病院であったり、そういう医療機関、それから食育で活動された婦人会の方々、公民館活動で保健衛生活動された方々の先輩たちのご苦労をですね、あれはお力だというふうに再認識しております。本当にありがたいことです。小さい大学ですけれども、全国においても毎年これだけ多くの方々の見学や研修を受け入れているのは、私たちこの大学の誇りです。また佐久市の誇りだと感じております。佐久大学で学ぼうも3年目に入るわけですけれども、森岡理事長からぜひ FM をお聞きの皆さんへ新年にあたってのメッセージをいただければというふうに思います。佐久大学も私どもは次の時代を担っていく若者たちを安心して育てられる大学にしたいといつも思っています。これをお聞きの保護者の方々も、あるいは中学生高校生の皆さんも、ぜひ佐久大学そのものを足を踏み入れていただいて、どんなことをみんながやってるかなということを感じていただきたいと思っています。大学は皆さんの大学です。そういう思いでこれからも頑張っていきたいと思います。それと、私は長年佐久病院に勤めておりましたけれども、私が赴任した当時、今から26年ぐらい前は、何か大きな病気があると東京の医者を紹介してくれとか、そのような時代がございました。今はそうでしょうか。むしろ佐久の医療センターをはじめ、地域の医療が発達してきましたから、全国から力のある優秀なお医者さんたちがやってきてくださって、私たちが動かなくてもここでいい医療を提供できると、そういう環境ができていると私は思います。教育も全く同じだと思います。多くの経済的な犠牲を払ったりしないで、優秀な先生方をこの大学に呼んで、そして学ぶ、それが一番大事なことじゃないかなと私は思っています。そして新しい時代、これから向かうであろう困難な状況について、自分の力で、そしてまたいろんな人の力を借りながら切り開いていく、そのような若者、そのような人たちを育てていきたいと思っています。ぜひそのような気持ちで私ども頑張っておりますので、いろいろとお力添え、またご助言をいただけたらありがたいと思っています。今年もよろしくお願いいたします。佐久大学は、看護師、保健師、助産師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士と7種類の国家資格を目指すことができます。保健、医療、福祉系の大学では、
長野県内で最も多く、多様な専門職を目指す学生が、学生の頃から多職種連携を学び、チームケアの即戦力として社会へ羽ばたくことができます。今は高校を卒業した皆さんだけではなく、結婚、出産などで一度仕事をお休みした方が、再度就職するための学び直し、リカレント教育なども盛んになり、佐久大学に学び直しに来る方も多くなりつつあります。皆さん、多様な学びのできる佐久大学で学びませんか？佐久大学ではいつでも皆さんをお待ちしています。佐久大学で学ぼうは、本年も毎週月曜日から金曜日の朝7時50分から放送いたします。佐久大学で学ぶ学生の皆さんの様子などを、佐久大学で学ぼうでご紹介していきたいと思います。本年も佐久大学で学ぼうをお聞きいただけますようよろしくお願いいたします。